その日、EV は思い出した。バサギリに支配されていた恐怖を、黒曜の原野に囚われていた屈辱を思い出した。もっとも、知ったの前回だろ。駆逐してやる。バサギリを、一匹残らず、無理やり続けんな。どうもこんにちは、エレン、EV です。やかましい。ということでやっていきましょう。進撃の EV、タイトル変えんな。実況研修役はいつもの EV と、実況研ツッコミ役のブースターです。初手から過労死しそう。耐久低いもんね。やかましい。さて今回は、このシリーズ初めてと言っていい強敵、バサギリを攻略していくよ。傷薬忘れを除けば、初めての敗北相手、しかもパッと見勝ち筋が見えない状況だ。これは相当厳しい戦いになるぞ。まずはその強さを、簡単に解説。強敵ポイントその1、ダブルアタック。今作で大きく効果が変わったダブルアタック。その効果は、しばらくの間与えるダメージが 1.5 倍。こちらがつぶらな瞳で攻撃を下げたり、瞑想で防御を上げたりしても、この技一つで、実質無効果だもんな。さらに行動順が上がりやすい効果もあるので、連続攻撃ですぐに殴られることも、何か有効な対策があればいいが、強敵ポイントその2、こちらも効果が変わったステルスロック。炎の渦のように、継続的なダメージを与えてくるよ。タイプ1技なため、攻撃自体のダメージも十分に高い。さらに継続ダメージが、毎ターン4分の1程度の体力を削る。この継続ダメージと、さっきのダブルアタックが合わさると、もはや受け切るのは不可能。1個目のボスがやっていい火力じゃないよ。とはいえなんとかしなくちゃ勝てないぞ。強敵ポイントその3、対象フリル。現在私の攻撃技は、先行舌下とスピードスターだけ。岩タイプであるバサギリには、効果が今一つ。今の最高火力は、瞑想を積んだ状態での力技スピードスター。しかしこれでも、確定2発も取れないなんて。最初のボスに岩タイプが来るのは、歴代ポケモンでもあるある。タイプ相性の重要さを教える目的があるからな。めちゃめちゃ分からされてます。強敵ポイントその4。アニメーションがクソ長い。どうでもいいだろそれは。とまあ、強いところしか見当たらないバサギリですが、これくらいなんとかクリアしなくちゃ、レジェンドの名が滴る。何か突破する作戦があるのか？明確な作戦はまだないけれど、ここからは準備フェーズ、バサギリ攻略に向けて、体勢を整えるよ。前回みたいに、傷薬が足りないとかはシャレにならんからな。というわけで行きましょう。心臓を捧げよ。捧げなくていいです。まず、準備一つ目、団員ランクを二つ星に上げたよ。団員ランクを上げると、レベルの上限が上がるんだよな。それ以外に、大きいのがもう一つ、いい傷薬が使えるようになったよ。おお、いい傷薬か。確か今作は、HP が100回復するんだよな。普通の傷薬だと、60しか回復しなかったんだよね。私の体力はすでに100を超えていたから、傷薬じゃもはや足りない。ということで、ここからはいい傷薬を使います。これで、バサギリ相手に粘りやすくなったな。そして、準備二つ目、レベルを26まで上げました。せっかく上限が解放されたからな。上げといて損はないだろ。これでワンチャン初手の素早さが逆転したしませんでした。まあ、防御とかは上がってるし、多少効果はあるんじゃないか。最後に、準備三つ目、技を変更するよ。そうか、団員ランクが上がると、伝授できる技も増える。もしかしたら、攻略に使える技があるかも。早速確認してみましょう。何の成果も得られませんでした。ということで、あとは勝てるまで周回しまくります。え、攻略のための作戦とかはないのか？作戦としては長距離索敵陣営ですかね。 EV さん1匹しかいないんですけど。というのは冗談で、まだ明確な作戦とかはないため、周回しながら攻略を考えていきます。つまり行き当たりばったりってことか。不安すぎるな。黙って私に投資しろ。いつまで進撃ネタやってるんだ。初手ダブルアタックでリセットなの？経験上ほぼ罪ですね。やばすぎだろこの縛り。さて、最初の挑戦から、1000年以上の時が流れました。嘘つくな。まあ実際には丸2日ですね。丸2日のリセゲを発売初日からやってたってマジ？リセット回数は、これで53回目です。かわいそう。もうこれではっきりしました。バサギリはゴミ。やめなさい。しかし、このリセゲもここで終わり、これが OK テイクになります。53回目で、ようやく倒せたのか、どうやって倒したのか、見物だな。最終的な作戦の解説とともに、実況していきます。まずは無駄に洗練された無駄のない動きでバトルに入ります。マジで洗練されててくさ。初手の相手の行動ですが、ダブルアタックならリセット、それ以外なら続行です。初手から運ゲー。一番美味しいのは、特に効果がないツバメ返し。今回はステルスロックが来たな。あまり嬉しくはないですが、ひとまず続行。初手はスピードスターを使います。え、瞑想じゃなくていいのか？ここで瞑想を積まなくても、倒されることはありません。むしろ、相手の体力を削るのが優先になります。ダメージは2割程度か。こんなんで大丈夫か。しかもダブルアタックされてるぞ。ポイントとなる、ダブルアタックのしのぎ方ですが、この効果が残っているうちは、一切技を使いません。は、技を使わない？
そうです。代わりにいい傷薬を連打してしのぎます。回復に専念する、ということか。でも、いい傷薬も無限じゃない。回復するだけじゃ自利品だぞ。もちろん、一生回復し続けるわけではありません。ポイントは、ダブルアタックにもステロにも、ターン制限があること。確かにどちらの技も、一定ターンで解除されるな。特にダブルアタックが解除される瞬間、ここに隙が生じます。というと、ダブルアタックが切れた後の行動は、ダブルアタックをもう一度使うか、そのまま攻撃するかの二択。ダブルアタックが来るなら、こちらの体力は減らないな。攻撃された場合も、ダブルアタックがない状態なら受け切れます。つまり、攻撃に転じるチャンスが生まれるのです。なるほど、回復しながら、そのチャンスを待てばいいんだな。とまあ、簡単に解説しましたが、実践するのは意外と難しいです。そうなのか？ダブルアタックをもう一度使うときには、連続攻撃が来る可能性もあるので、体力がなるべく残っていないといけません。また、回復連打しているときにも、急所という負け筋が存在します。難しいんだな。実際ここ、ダブルアタックが解けたチャンスなのですが、こちらの体力が少なく、攻撃に移れませんでした。連続攻撃が来ないワンチャンで、攻撃するのはダメなのか？状況によってはそうすることもありますが、さっきのタイミングだと、この先の連続攻撃が見えていたので、ほぼ確実に連続攻撃が来ると予想しました。本当だ、実際にツバメ返しが来たな。回復していなければやられていた。こういったリスクに備えつつ、とにかくチャンスを待ちましょう。チャンスといっても、こんなの本当に来るのか？体感ですが、3回リセットすれば1回くらいはチャンスがあります。そうか？もちろん1回のチャンスでは倒しきれないので、このチャンスを連続で引けば勝てますね。そうか？まあ安心してください。この回で勝てますので、チャンスが来るまで雑談。こうしてる間にも、いい傷薬連打だろ？消耗が激しそうだな。バトル開始時は、24個ほど持ち込んでいますが、最終的にはそのうち10個くらい使いました。序盤でその消費量はやばいでしょ。だから EV のレベル上げと同時に、素材集めも欠かせませんでしたね。黒曜の原野の薬草は借り尽くしました。宝飾ポケモン絶滅の月。とか言ってるうちに、最初のチャンスが訪れそうです。お、このターンでダブルアタックが切れるか。今回も体力が少ないので、回復しないといけないのですが、今回はさらに、このターンでステロが切れます。お、これで受け切れる可能性が大きく上がったな。あとはここでバサギリがどうしてくるか。ツバメ返しが来たら最高だが。来たー。ステロもダブルアタックもない状態でツバメ返し、これ以上のチャンスはないぞ。ただこの体力だと、ツバメ返しでも倒される可能性が。いやそれなら、ここで瞑想を使いましょう。さっきのツバメ返しのダメージは50程度。瞑想で防御を上げれば耐えられるな。できればこの瞑想が残ってるうちに勝負を決めたい。次のバサギリの行動は、一生ツバメ返しゼロ。おぉマジでいける、いけるぞこれ。このターンはもちろん回復。そしてバサギリが何をしてきても、次のターンが攻撃チャンスになります。瞑想で火力も上がっている。力技でも叩き込めれば、一気に勝ちが近づくぞ。いやしかし、ここでダブルアタック。何か問題が？あ。そう、ダブルアタックは行動順が上がりやすい。ここで普通に攻撃すると、連続攻撃を食らっちゃうね。いくら瞑想があっても、連続攻撃はきついな。それなら、行動順が上がりやすい早技は。お、早技なら、連続攻撃にならないみたいだぞ。よし、それじゃあここは、早技スピードスターで攻撃しましょう。見せかけて瞑想。え、なんで瞑想？早技でよかったじゃん。これは乱数調整です。なんのだよ。ふざけてる場合じゃないって、ステロされたらどうするんだ。大丈夫です。ツバメ返しだったので、もう一度攻撃チャンスがあります。今回も普通の攻撃だと、後々連続攻撃になりそうだ。早技で攻撃するべきだな。オッケー、今度こそ早技スピードスターで攻撃。ここでのダメージで、勝負が決まるかもしれない。え、待って、めちゃくちゃダメージ入ったんだけど。威力が低い早技で、このダメージはおかしくないか？一体何が？このタイミングで急所だと考えうる限り最高のタイミングじゃねえか。見ましたか？これが乱数調整の力です。絶対たまたまだろ。しかもバサギリは相変わらずツバメ返し、しっかり耐えたので一回回復しましょう。あの HP まで追い込めたのは初めてだ。絶対ここで倒すぞ。合戦承知 EV の助、今更ステロをしてきてももう遅い。次のターンも攻撃チャンス。まだ瞑想の効果も残っている。瞑想力技ならあの体力を持っていけるはずだ。さあこれで終わりだよバサギリ。これこそがレジェンド EV の力だ。あとはモンハンしまくるだけだ。オラオラ、殺虫剤投げまくれ。スズメ玉です。うなじくがゼロ。進撃ネタもいいっての。ということで、長らくお付き合いいただきました。新シリーズ、ポケモンレジェンズ、EV、バサギリを倒し、無事完結です。いやー、本当にラスボスのバサギリが強かった。辛かったけど、なんとかやり遂げることができました。これも皆様の応援があったからこそ、皆様、本当に、ありがとうございました。いや、まだ全然終わらないが。